はい、皆さんこんにちは。ドクターマッスル羽田です。今日はですね、腹筋、お尻をターゲットにした体幹トレーニングをご紹介したいと思います。ご自分の体重でいきますので、ぜひ、ね、中上級者向けですね、やってみてください。ではまずは早速やってみます。では肩幅、足を腰幅で、かかと、膝、お尻、背中、上半身ですね、まっすぐします。こうなったり腰が入ったりしないように膝伸ばしてます。この状態からお腹に力で片方の足と反対の手を上げます。この時にさっき言ったようにお尻がこう上がりすぎたり、ね、下がりすぎたり、これもダメ。で、上げた側のお尻、上げた側のお尻とお腹を意識して、まずはキープ。ここから肘と手はタッチ。で、お尻とお腹を意識して戻る。タッチ。お尻とお腹を意識して力抜く。で、この時に骨、お尻が上がりすぎて、こういう風になってしまいがちですので、しっかり足を伸ばして、お尻の位置は変わらない。変わらずに、タッチ、伸ばす。タッチ、伸ばす。タッチ、伸ばす。これを片側10回行ってください。腹筋とお尻、1回1回、着地で、一回最終ポジションでタッチして止まる。上の足も上げて止める。タッチして止める。しっかり使う筋肉、この時もお尻とお腹意識して、腹筋とお尻を。この時止める。一回トップで一回止めて使う筋肉をしっかりと意識してみてください。左右10回ずつですね。これは左右差も比較的わかりやすいですので、すごく体幹トレーニングしてはおすすめです。中上級者向け。これができたら、またさらに上級者向けもありますので、またご紹介したいと思います。では、今日はこれにて、またお会いしましょう。さようなら。